殿に嬉しいニュースが朝から飛び込んできました。それは大谷翔平が、大リーグで MVP を取った。これは一度も取ったけども、大谷翔平の場合はその日本人、日本民族を代表して、この日本民族の最大の宣伝になったという、イチローの時よりもはるかに大きな世界全体に与えたインパクトは、これはイチローをはるかにしのぐものがある。なぜか。イチローの場合は野球の職人である。大谷翔平の場合は職人の部分もイチローをしのぐ。なおかつ総合的な人間の力、人間力は私は天才的なものがある。これは日本が今までの歴史上で足利高氏だ、そして織田信長だ、豊臣秀吉だ、そして西郷隆盛だ、いろんな歴史の偉大なる人物を見てきたけれども、それよりもはるかに世界規模で日本民族を代表してこれだけの華々しい活躍した人物はおらない。だからイチローの時よりもはるかに大きな世界に与えた日本人のいわゆる名誉である。これは日本人全体が最悪の民族と今思われているのは政治家がいかにレベルが低いか、もう日本が最低の民族と思われるような日本の顔が続きまくった。枝野だとか菅だとか野だとか、そして麻生だとか小泉だとか、どれを見ても最低の民族と思われるような総理大臣が続いた中で、あれ、これが本来の日本の侍かと、日清日露戦争を勝ち、そして世界最大の一等国としての軍事力を備え、最も日本の侍の力を世界中に震撼させた。これ以来どん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 民族は劣化し、今や日本民族は世界最低民族と思われてた中で、この大谷翔平の活躍はそれらを全てひっくり返し、さすがは日本は侍の国だと、単なる侍じゃない、天才的なあらゆる才能を持っている。それは歴史に名を響かせておるのは天才レオナルド・ダ・ヴィンチ。絵も描けば彫刻も彫れば建築の技術も出れば天文学も分かれば全ての文学もでき、国の経営までその国王にアドバイスできる。フランスの皇帝もそれを期待して、フランスの政治問題までダ・ヴィンチに相談したわけ。ナポレオンよりもダ・ヴィンチの方がはるかに実力があったと思う。総合的な実力。私は大谷翔平は宇宙のよろずの神々が日本の落ちぶれた日本の再建のために送り込んでくれた救世主である。
だから大谷翔平を国家の最高の位を与えて、ね、全ての政治の上に立ってもらう。そしてその横に藤井聡太という、これまた天才が、二人の天才がこのどん底の日本に現れた。これ神さんの 最大日本民族に対するプレゼントだとは思います。近々私もその栄誉をたたえに大谷翔平の生まれ故郷のご家族のもとへ挨拶に行く。私は世界日本人会議の総裁としてこの世界に住んでいる日本国民を代表して、日本政府とは関係なく大谷翔平によってこの日本民族を救済してもらえるものだと本当に信念を持って考えておりますから、大谷翔平の家族の方々にその翔平の栄誉を伝えに行きたい。日本民族の救世主として野球のみならず日本国家を意識して、場合によっては世界民族のためにこれから指導してもらいたい、そういう気持ちで今日は万歳をしました。大谷翔平の MV 万歳をして、久しぶりに本当に涙が出る思いで、この大谷翔平を称えたい、こういう気持ちになりました。これを皆さんに伝えたいと思います。全民族のためにこれから大谷翔平に期待しましょう。また立憲民主党という小さなコップの中で代表選挙に小川淳也さんが入りました。これは大串さんが降りて大谷小川淳也を応援する。これは大串さんにそのいわゆる小川を応援するために自分は身を引いた、このいわゆる対局を見る目、いずれ小川淳也が政治の場で日本民族を救ってくれる人になるであろうと、私は全く縁がありませんが、ただただこの小川淳也という人を映画を見て、彼がなぜ総理になれない、なれないのかという映画を見て小川淳也の不安になった一人です。そういう意味で小川淳也がこの日本の機能不全になった日本の政治をよみがえらして、再び強い日本が生まれ変わるように、小川淳也さんの国会における改革活躍を期待しております。今日は大谷翔平という天才、そして小川淳也という政治の天才、この二人が一応代表選挙にも出、片っぽは MVP を取った。これは非常に日本民族としては心強い嬉しいことばかりが続きました。決して日本民族は捨てたものじゃないとこう思っております。